いや、だけど、うんゴリスさんと会うのって、いつぶりかなどうだろうな <laughs> 俺は、リーミーの圧が強いから、うん、<laughs> あの、いつも会ってる気持ちではいるよ。<laughs> リーミーってほら、なんか、生きる高気圧じゃん。<laughs> 生きる高気圧 <laughs> <laughs> もう、リーミーって喋り方は優しいし、 歌声も癒されるけど、な、うんだろうな。<何>存在の圧が、そう高気圧なんだよね。圧あるある。そ<嘘>。うん。強さを感じる。俺はリーミーからいつも。<laughs> そうなんだ。たくましいよね。デージよ。あ、ね、とってもよ。うん。うん、心が横綱。<laughs> 心が。<laughs> もうなんかちょいちょいそんなさ、キーワード入れてくるよね。 なんか、いろんなところで、ちょっと私、ゴリさんに言ってもいい何ゴリさんでしょ何<か>なんか、リーミーは白鵬を倒したらしいよとか言ってる <laughs>。ちょっと何、何鼻押さえてるもう本当にやめて。<laughs> あんなこと言うからさ、いろんなところからさ、うん、えあの人ってそんなに飲むんですかみたいな。もう最近はも,もう自分で飲みますとかもう言っちゃってるもんね私、うん、私。だって、リーミーの、 結婚式の二次会に参加したでしょ、俺。その時に、横綱、はい、白鵬関が、一人部屋から逃げてきて、フラフラしてたの。<laughs> 絶対そうだ。よ <laughs>。で、それで、<laughs> 大丈夫ですか、うん、みたいなこと言ってて、うん、そう。あ、そうだ、<れ>聞かれてるね。聞かれてるね、うん。いいんですよ。<laughs> はい。 うんうんんんんうんうんうんいやちょっと今聞かれてるけどさ、うん、で何ふらふら横綱白鵬さんがふらふらして出てきたわけそう出てきてて <laughs>、うん、それで「あ白鵬関大丈夫ですか結構酔っ払ってますね」って言ったら、うん いやーもう私は、リミさんには叶いませんって言った。絶対嘘だよ。本当に。だってもうね、いわゆる力士といえば、大酒飲みのイメージがあるじゃない。はい、しかも、相手は横綱ですよ。はい、その横綱が、リミさんには勝てませんっていうことはね、言ってみれば、リミが、横綱。 <laughs> で、その話を、さんま御殿で、はい、言ったんですよねそう、さんまさんの前で、うん、いや、夏川リーミーは、白鵬に勝ったんですよって言ったら、うん、さんまさんが勝手にリーミーのイメージで言ったのか分かんないけど、<laughs> 相撲でって言ったの。<laughs> だから、もしかしたら、世の中的には、うん、夏川リーミーは、うん 白鵬関に相撲で勝ったっていうことになってるかもしれない。しかも私が、あの、沖縄タイムスで、毎月連載を書いてまして、そのゴリレターっていうのの最初の一通目の手紙。手紙を書いたのが夏川リミ様へ、なの。そこにもその白鵬関のことを書かせてもらったので、もしかしたら今沖縄県民も、 相撲界で一番強いのは白鵬じゃないと。<笑><笑>夏川り美だとっていうふうになってる可能性はある。なるほどね。もうだからそんな話がゴリさんが言うから、うん、もうその後も私サンマゴテンに呼ばれて、うん、あの、はじめ千歳ちゃんとさ、で、千歳もお酒大好きだから、うん、で、勝手にあの千歳は私のことを石垣の横綱って呼ぶんですよ。<laughs> <laughs> 西の横綱とか東の横綱分かるけど、西 <laughs> 垣の横綱。で,横綱で、私ははじめちとさちゃんに甘美の横綱ってお互いに横綱横綱って呼び合ってたんですけど、<laughs> <ー>なんで横綱なんですかって話から、うん、なんかまたその話が繰り返されて、うん、どうしたら、いや違うんですって。 あの、私が白鵬でしたって言ったら、みんなちょっと、うん、えみたいな感じでちょっとドン引きしてたんですけど。<laughs> だから違うよ、私は良かったんだよって、私が白鵬だったんだよって言ったんだけど、うん、なんかやっぱりみんな、なんかそういうイメージが強いみたいで。なんでかっていうとね、うん、あの、リーミー、ほら、あの、コロナ前はさ、はい。 具志堅会。はいはい。最近ね、いけてないけど。うん、具志堅洋行さんを中心に、まあ、沖縄出身の、はい。あのー、いろんな芸能の方が集まって、うん。あのー、懇親会をやるっていうのを定期的にやってたじゃない。はいはいはい。で、その時に、うん。リーミーが、はい。飲ませ上手なことに気づくわけよ。も <laughs> う、もう。 あの、いわゆる、リーミーのお母さんがさ、うんはい、石垣島でほら、スナックやってるからね。あれってカラオケスナックになるそうです、そうです、はい。で、そこで、あの、リーミーもほら、帰ったらたまに手伝ったりするんでしょだから、そのお母さんの血を受け継いでるのか、<laughs> うん、スナックの方ってさ、はい、話を盛り上げながら、うんうん、すかさず、 もう、半分ぐらい少なくなったグラスをさっと取り上げて、<laughs> さっとお酒入れてカラカラカラって回しながら、さっとその人の手元に持っていくっていうのを、会話を止めずにできるじゃない。はいはいはい。リーミーは具志堅会でそれをするのよ。やってたそう。あ、もう気づかないうちにやってたんだ。だから、喋りながら、うん、具志堅さん、俺とか、一茶とか、みんなの酒をさーって作っていくから、<laughs> リーミー以外ベロベロになっていくのよ。<laughs> もう具志堅さん途中から滑舌何言ってるか分かんないし、もともと会話何言ってるか分からない人なのに、それを酔っ払わせるってもう、会話が不成立よ。<laughs> そんなことありました。そう。で、リーミーが、飲ませ上手だけだったらいいけれども、うんはい、リーミーは同じ量飲むのよ、また。あ、そう、私自分が飲みたいから、そう、そう,そうそう。 なんから話してて、あの、なんていうの、グラスに酒がちょっとなくなっていた、あの、ちょっともうすぐカランカランってなくなり、その音とかも、あ、今後ろの方で聞こえたね、と思ったらもう体が反応して、やっぱりないよね、みたいな感じですぐ入れちゃうんですよね。野生的手法なんだね。<laughs> いや、だから自分が飲みたいから。そう、だから、相手じゃなくて同じ量飲み続けるから、うん、俺は心の中で石垣島の身のもんた、とも思った。<laughs> やめてくださいよ。 ものすごいいお酒強いなと思って <laughs> そんなことないですよでリーミーに俺が聞いたわけうんリーミー酒強いけれどもリーミー潰れるとこ見たことないさあんまりでも結構ねやっぱり最近はもうすごいベロベロになっちゃいますでリーミーに「最高で一人どれぐらい飲んだことある?うん」聞いって聞いたらリーミーが「うん、泡盛だったら一本」って言ったの、うん、え あの、いわゆる、な、何瓶っていうのこれ。何瓶っていうのこれ。な、750ぐらい入ってるやつあの瓶一本一人で飲むのって言ったら、あん、一生って言ったの。あ、白鳳だと思って。もう、完全にも心は白鳳だと思って。なんだ酔っぱらってからが長いんだよね。ちっちゃい。あの、次の話進めちゃダメ。ダメなの。今すごい話してるから。だってね、日本酒を、はい。 一生だったらまだ分かるっていうか、本当は分からないんだけど、<laughs> 日本酒だったらまだ度数がさ、うん、12度から14度ぐらいじゃない、はい、それでも一本一生飲むなんて、うん、普通はなかなかできないよね。うん、アーモリって20度超えるし、うん、30度超えるのもあるよねで。でもちゃんと水で割ってですよ。一応割って。全然理由になってない。<laughs> 水で割ろうが何しようが、一生は飲んでるわけ。 そう。なんか飲むかもね。今はでもも飲めないかもしれない今はじゃなくて、過去にあっただけでもすごいことなのよ。<laughs> うん。はい、はい。恐ろしい強さよ。<laughs> 本当うん。そうなのだから、肝臓って普通人間1個じゃない、うん、はいはい。<laughs> 1>, 1回だけ、レントゲン取らせて。うん、<laughs> 6個あると思うんだよ、俺。<laughs> 肝臓あ。あるかな、うん、いないですから。<laughs> ないないない。いや、いやなんか。 ね、そんなこともありましたねあったあったかもしれないだから俺の中ではもうその時からリーミイコール主語になってるんだよねそうかじゃあグミさんはやっぱりリミの印象はもうお酒主合みたいな感じうん <laughs> なるほどねだって俺らがやってるやってるというかやってた石垣島のラジオに、うん、ゲストで来た時も、うんはい、ゲストの「夏川リミさんです」って言ったら「どうもう」って言いながら「はい」 青森グラス持ってきたもんね。<laughs> ちょうどあの時は沖縄フェアみたいなのやってたので、<laughs> うん、お土産にと思って、おつまみと、あと、青森ちょっとちっちゃいのをね、うん、持ってきたんですけども、あの時もなんか、せっかくだからと思ってね、あの、飲ませましたよね。うん、一応確認してね、この後飲んでも大丈夫って言ったら。<laughs> 大丈夫だけど、たかが1時間のラジオで、<laughs> 収録終わったら俺立てなかったからね。あまりの魔法の飲ませ方で。<laughs> また。 最高でしたね。あの、ちょっと、コーヒー割りが、ね、泡盛りのね。美味しい。大好き。ね。でもねコーヒー割りよりも、最近、牛乳割りが好きかも。ええ、本当。美味しい。牛乳割りにしたら、泡盛りの臭みもなくなるし。うわかります。あと、やっぱ、泡盛りの甘さの方が、引き立つから、甘すぎないカルーアミルクみたいになるわけ。なるほどね。牛乳割りは、女子には結構。いいかもしれない。いいと思う。なるほど。うん。 うあそうだ。俺、愚志見会で思い出した。俺、愚志見会終わったらさ、うん、1次間？だいたい2次、う、会、ん、カラオケ行くでしょカラオケ行くね。くねうん、カラオケ行ったらさ、うん、マックスはマックスの持ち歌を歌ってくれる。<laughs> で、イッサはイッサでダパンプの持ち歌歌ってくれる。リーミーはリーミーで持ち歌歌ってくれるって、もう、うんうん こんなの、うん、こんな至近距離でタダで聴いていいのかっていうぐらい、はい、もう沖縄紅白歌合戦の、うん、特等席に俺はいるわけよ。で、とっても贅沢な時間で、うん、じゃあ、その後からはもう具志堅さんとか俺とかの、えー、おじちゃんたちのリーミーとかに対するリクエストタイムが始まるじゃない。じゃあリーミーこれ歌ってとかって言って、で、俺未だに、うん、 夏川リーミーの話になると、みんなにこの話を絶対言うんだけど、カラオケで、ホイットニー・ヒューストンの、あの、えんリーミーに歌ってってリクエストしたら、同じキーで歌い上げたっていう話をみんなにするの。俺もあの感動が忘れられなくて、やっぱりリーミーって歌手だったんだって、その時に気づくわけ。 <laughs> これ横綱じゃないんだと。<laughs> 歌手だっていうことを気づく <laughs> お<お>もあれはもう一回カラオケで聴きたいよ。行きたいね。いやそうなんですよ。結構洋楽とかも大好きでね。<う>でなんかマライア・キャリーとかもそうなんですけど、ホイット・ニ・ーヒューストンとかセレニ・リオンっていうのはなかなか、あの、キーをその元気のまま歌いたいなっていう思いがあって。うん、そう。それでよくね、練習したりとかしてたんですよ。うん、普通は無理なキーよ。 あれって一般の人は喉から血が吹き出すキーだから。血が吹き出す。はい。出せないよ。だからもうあの時だけ、あ、この人は石垣島の横綱でもなく、石垣島のミノモンタでもなく、石垣島のホイットニーヒューストンだったんだって、その時やっと気づくの。やっと。ああ、じゃあ気づいてもらってよかった。ちょっとでも。アルコールが体から抜けるじゃないあ、やっぱり石垣の横綱だなってなるわけよ。それまた。やめて。う。 なるほどね。いやでも、そういうイメージ。でも、私のちゃんとした歌もね、なんか、聞いてもらえてよかったです。ということで、ゴリさん、なんか、せっかくなので、はい、ここで、ゴリさんからのリクエストをいただきたいなと思うんですけど。まあ、今、ホイットニー・ヒューストンのね、<laughs> うんはい、あの、話をしたから、やっぱり、リーミーの歌を聴きたいんですが、うん、はい なんとですね、私とリーミーのコラボが曲、ね。そうなんです。結ね。はい。あの、私が2009年に、長編映画を撮った時の、うん、えー、南の島のフリムンという作品がありまして、はい、その主題歌をリーミーに歌ってもらって、作詞を私がやらせてもらいました。はい。それをじゃあ、お願いしてもいいですかいいですかはい。はじゃあ いきます,いきます夏川リーミーでうんじゅのふるさとリーミーいいねありがとうございます歌手だね <laughs> リーミーは歌手だねいい歌ですねうん,なんか改めて聞いたら本当に歌詞が「あそのまんまだな」って感じたリーミーと出会ったのってこの映画違う映画が最初かな だけど、あれですよね。なんか沖縄のやっぱりこのフェスティバルとか、うんうん、イベントとか、それが最初じゃなかったですかあ、<ュ>そうですよ。フェスはい。だって私が、<laughs> 今思い出したでしょ。<laughs> 絶対思い出したよね。今の笑い方。もう本当になだそうそう、あの、たくさんの人に聞いてもらってる年だったんですけど、じゃあ琉球フェスティバルって来たら、ゴリさんが、あの、ヤシロアさんみたいな衣装で着てますね、みたいな感じで。<laughs> でも、夏かわりみです。みたいな感じのイメージ。私、なんとなく、なんか、八代秋さんっていうキーワードがあったんですけど。すっごい、レトロなドレスだったかな。だから、うんうん、そう、そういうふうな例えが出てしまったんだよね。<laughs> そしたら、なぜか、前のお客さんが大爆笑したんだよね。の <laughs> あの時かなそ、それが一番最初で、その後に、だから、ゴリさんが、その、映画、 監督されるっていうことで、うん、でも、あの、登場人物の主人公の名前はリミでしたからね。うん、南の島のフリム。嫌がったよね、最初ね。なんか最初、なんかリミ出ないみたいな感じだったけど、いや、無理無理。歌だったらいいけど、絶対無理。セリフも無理。だって歌詞も覚えきれんのに無理さって言って。<laughs> <laughs> それで。歌詞覚えきれんのいや、歌詞ももうね、もう本当に大、なんかね、覚えきれない。<laughs> それで、だから、じゃちょっとだけ、 出てみたいな感じだったんで、ね。いや、うん、歌だったらいいよって言ってね。うん、で、あのー、曲は玉城千春ちゃん。作曲ね。で、うん、うん、レゴリさんが作詞して、うん、さっきのうんじのふるさとっていう曲なんですけど。いや、歌だったら意味いいけど、絶対無理って言ったんだけど、うん、結局、あの、ちょこっとだけ出させてもらって。うん、最高だったね。<laughs> まあ、あの、簡単に説明すると、<laughs> はい、あの、うん、南の島のフリムンっていう映画は、舞台は、 小座だよね。はいはい。基地の町の小座で、うん、私が、うん、まあ、いわゆるグータラの青年っていう設定で、うん、あるアメリカ人の女性を好きになってダンサーを。で、いわゆる米兵の、うんえー、悪いやつも、そのダンサーを好きになって米兵と取り合うみたいな内容ですけど、その米兵側のボスがボビー・オロゴンで、はい で、こう、最後は決闘だ、みたいな感じの、まあ、簡単に言うとそういうののドタバタコメディなんですけど、リーミはそのコザの路上で、うん、いわゆる占い師としてね。そうですね。やってるんだけれども、普通のこう、手相占いだとか、うん、星座占いだ、タロット占い。で,ではなく。何占いだったっけあの、サーターアンダーギー占い。<laughs> あの、ちっちゃいサーターアンダーギーをこう、指のあの間に挟んでですね。<laughs> どうやって見るんだったっけあのう<裏>食べてから、はってなって、何ですか何ですかって言ったら、美味しいみたいな。<laughs> そうなんだよね。サーターンだけ売らないって言いながら、そうそうサーター,ンだ,けー,ターンだけ食べたら何か言ってくれるのかなと思ったら、たら味の感想を言うるだけの人なんだよね。<laughs> ひどいよな、それで金取るの。 でもね、あれは本当にいい経験をさせていただきました。楽しかったです、でも。いや、いい、いいキャラだったよ、リーミー。本当また、ああいうなんかこう、占い師みたいな格好が似合うし、メイクもね、わざと濃くしてもらってね。ょっと濃くしてもらって。やっぱ歌歌ってるから間もいいしさ。本当そう。なんか、マスクサイコロを振るようにさ、皿の上にサーターだけンコロ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 ンってやってね。転がって、 って言って、あ <laughs>、なんかが見えたのかなと思って。それまたそのサータンダギーを取って、パクって、一口かじって、っ <laughs> って顔するから、あ、もしかして俺、ボビーに勝つの負けるのどっちなんだ <laughs> と思ったら、このサータンダギー、美味しいって。<laughs> <laughs> いやー、そうだね。やってもらったわ。うん、<laughs> ごーシャですよね。5月15日に。 あの沖縄が本土復帰50年ということで今いろいろ話題になってたりしますがゴリスさんってまさに復帰の年にもう復帰した日の1週間後に生まれた。へー。5月22。だからお父さんとお母さんはアメリカ統治下の時に私を。 作った作っ,たってちょっと <laughs> <laughs> その10か月前に、うん、はいです、ね、作った <laughs> やめて <laughs> 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 なるほどね、はい、そっか返還1週間後に生まれたねもう50歳よねリーミンの年齢は聞かんけどいやなんか <laughs> でも一時期ゴリさんあれだよねリミのことかなり若いと思っててリミの年聞いた時に「えっオバーアヤシって <laughs> 言った時あったのあの<ー>本当にちょっとしか変わらないからねもうちょっとって感じですよね。一応ねもういやなんかでもそういろんな私もそう最近いろんなところでやっぱり50年ということでどうですかみたいなことを聞かれるんですけど、うん、なんかやっぱりゴリさんも周りから。 復帰前はこんなだったよとか聞いてました。でも、うん、お母と夫は、うん、復帰前にベビー用品店を立ち上げたのかな。へえ<ー>。で、お母がすごく詳細がある人で、うんうん、なんかいろんなところからなんか赤ちゃんの洋服を安くで仕入れて、うん、でそれをトラックに山積みにして。うん あの国際通りの横の平和通り商店街に車横付けしたらもう安くていい赤ちゃんの洋服ってことで大人気でちょうどベビーブームぐらいの時なのかな復帰1年前ぐらいってもうみんなお客さんがトラックによじ登って洋服を奪い合っていくんだってなるほど全員がちゃんとお金払ったのか知らんけどでもでも,もそれぐらい売れたってへ、うん それぐらいかな、復帰前の話聞いたのは。うもうだって僕自体は、ね、復帰して1週間後に生まれて、うん、物心つく数年後にはもうね、いわゆるこう沖縄も普通にもパスポート使ってたとか、ドル使ってたとかっていうのももう多分覚えてないだろうし、ちょうど復帰して6年後か、1978年に、 えー、右側通行から左側通行が7月の30日になったでしょ、はい、ちょうどそれが俺が6歳の頃だから、うん、でもね6歳の頃で車が右から左側通行になるなんて意識もしなかったから、ね、俺も覚えてないんだよねそう,ねそうだから逆にこの大人になって、うん、そっからアメリカ統治下時代のことを勉強し始めたのかも。うんそう,う,んうん、うん だまさに今回のこの、まあ、目の前に、すいません、<う>置いてますけれども。なんかね、あの、あれですよね、本を、今回、初なんですか、初小説。そう、あの、まあ、沖縄、日本復帰50年ということで、うんうん、ちょっと、沖縄の統治下のこと、はい、沖縄が日本から戦後切り離されて、うんうん、アメリカの、 当地に置かれたっていうことを今の日本の子供たちも知らないしもしくは沖縄の子供たちでさえそこまで詳しくはないと思うからちょっとそういう内容の児童小説、はい、子供向けの小説を書いてみませんかっていうのをポプラ社さんから2年前にいただいてで2年前からじゃあ書いてみようかなってそこから当地下のことを調べてうん、うん で本はじゃあもうやっぱ基地の町コザを舞台にしようとかやっぱりコザの街といえば沖縄ロックだから沖縄ロックの設定にしようって言って書き始めて約1年かけて、うんうん、結構もう完成したのえ、はいはい、残り1年はもう逆に余らせるぐらいでああ結構ある程度 OK だなーみたいな、うん ポプラッシュさんもああ結構いい感じですねってなって仕事で沖縄に帰ってる時にいつも映画を撮っているスタッフの方と一緒に食事をしててその時に俺がポロッと「いや実は沖縄日本復帰50年の時にこういう内容の小説を出そうと思ってるんですよ」みたいなこと言ったらスタッフのお酒の手が止まって「あの僕らも似たような内容の映画今撮ってます」って言て「ええっえっ?」つって「僕こういう内容ですよ」はい そういうい内容で「えっ僕一応4月の末に発売予定なんですけど、うん、そちらは?あ」あ2月に上映です」あそちらがお先」ということで <laughs> 完全にもうじゃもう後半の僕の方がなんか盗んだみたいになりますねっつって「<ー>そうですよね」か「それがやっぱまあかぶるのってね」っつって「うん、どれぐらい進んでるんですか?あ」「あもう編集始まってます」「あらそうですか」みたいとなって。 言って、こういうことがありますと。はいはい、それは良くないですねと。うん、パクってないとしても、うん、ゴリさんがどうしても世間から、そういうふうに見られちゃう。見られちゃうって。ねうんうん、じゃあ、なしにするか。うん、それか、新しいのをもう一年で書き上げるかっていうことで、うん、じゃあもう全く逆に基地のなかった漁師町の設定にしますってことで、この海やからっていうタイトルの、 漁師の息子を主人公にしてでもその子供がやっぱり「あれ僕たちが住んでる沖縄って日本じゃないんだ」とかでもアメリカが統治してるけどアメリカ人でもないんだっていうので子供がどんどん「日本もドル使ってるんじゃないの?」とか「えパスポートないと東京に行けないの?」とかっていうのを読んでる子供たちと同じように知っていくっていうふうにした方が多分読みやすいなって思って。 プラス内容的にもやっぱ重い内容にしすぎると子どもたちって面白くないと思うから基本的にはちょっとこの友情物語だったり喧嘩があったりだとかちょっと胸がキュンキュンするちょ,ちょっと恋愛があったらとかっていう中でアメリカのことをあの中に入れていくっていうこう読みやすい内容にしたんだよね。<う>なるほどそうなのじゃあまるっきりまたもう変えて設定も変えて。 でも変えた方がよかった<や>こっちの方が内容が面白くなった逆に何か神様がそうしろって言ったようなぐらい何か,なんか、ね、でもほらもうその1年間でアメリカ統治のことを伝えたいっていうのはもう1年間で結構書き慣れたからはい、はい、ある意味海やからに行った時にはもうさ、うん、ーっと書けたかもしれないなるほど、ね、無駄にはなってないなるほどすごいですねあえてだから映画も結構作られてるからうん なんかいろいろそういう,なんだろう,こう戦争のことだったりとかっていうのも、うん、ゴリさん、ね、テーマにしてやってるのかなと思ったんだけど、まあ、この「海やからはじゃあ,ある意味また違う角度からの沖縄みたいなのを感じることができて、うんね、あとはなんかやっぱり「平和がいいな」とか例えば「音楽っていいな」とか「うん、笑うっていいな」みたいなそんな内容にな,なってるってことですよね。うん、リーミー自体はは俺こう じゃあコントをやったりだとか映画を作ったりだとか今回みたいにこう自動小説を書いたりとかして、はい、こうなんかこう人に伝える楽しませるみたいなのあるじゃない。リーミーはそれが歌ななわけじゃない歌ですねうんやっぱりなんか昔の人たちがすごいそのなん例えば悲しい思いをしながらもずっと歌とか音楽っていうのを残してきたじゃないですか。そ、うん、それれをを私たちが知るようになってでそれを 歌わせてもらってっていう時に「あのこの歌がまた聴けて嬉しい」とか、うん、だからずっと歌い続けることで次の世代につなげていけないといけないなみたいなものはあったりだってさっきの「雲寿のふるさと」もかね「リー・ミン」の声と歌って、うん、心を、うん。 よよしよししてくれるんだよ、ね、なんかさっきもな,なんか撫でられてるみたいなって<う>ゴリさんが言ってたけど、うん、なんかもう私はだから本当にもう歌でその沖縄を伝えたいっていうふうに思ってるからさっきの「雲獣のふるさとで、うん、言い忘れてたけど、うん、この作詞ゴリ、うん、歌リーミーだけじゃなくてうん、うん、作曲「キロロの、はいね、千春っていう。 そういうトリプルのそういえばコラボの完成品だったなって思ってパッてまた思い出したのがさ、TikTok でさリーミの TikTok ではい、はい、チアルと歌ってるのあるじゃない。また癒されたわあれで俺あ。嬉しいですありがとうございます。そうねやっぱりチアルちゃんの声も大好きだし、うん、そう二人で歌うなんてもう本当にもうとっても久しぶりだったから。うん すごいいパワーみたいなものを感じてもう本当にたくさんの人にこの声が届くだろうみたいな気持ちになってだって東西の横綱が戦うみたいなもんじゃん <laughs> 歌と歌でいやでも本当になんかねもう私自身も癒されたしなんか本当にう歌の力って、うん、もうすごいなっていうのを感じながらちょっと贅沢だよねこうリーミーミと千春の、うん コラボのの歌っていうのは、うん、だって聞いたけどなんか海外とかでもリーミーの TikTok がバズってるっていう <laughs> いやあの。リーミーのっていうよりはなんかねうちの子供が歌うんですけどっ、うん、ていうかあ,あのね。は 歌を奪うやつねリーミんかそこからみんながあの「息子さんのフルコーラス聞きたいです」いやリーじゃないかい!」<laughs> みたいな感じになったりとかしてそんな感じだったんですけど TikTok といえばゴリさん,んあれですよねゴリエがなんか復活みたいな話もちょっとお聞きしてるんですけども。ね何 20年経ってまだ私ブレイクダンスとかすごいよねいやもう厳しいよ本当はいやすごいと思うあの「ペコリナイト」を16年ぶりに踊ってくださいってことで1か月間の踊りの準備期間を頂い,いて1か月やっと覚えられたぐらいやっぱりもう若い時みたいにもう何日かで覚えるようになるのが無理なのよ。本当それで踊って だたけど、まあ、できたけど、やっぱり次の日2日間起き上がれないし、痛くて、体が。ええー、本当にうん、もうブレイクダンスなんかやったら、もう筋あちこち切れるもん。<laughs> 切れるって。危ないよ、あんなのやったら。いや、でもすごいと思った。だって俺も、ゴリエの番組が16年ぶりに始まると思ってなかったもん。ねえ。だからみんな待ってたんですよ。 だって、うん、今年50歳になる人間の顔にさ <laughs> うん、うん、ほんと「い」みたいな分厚さのファンデーション <laughs> 塗っていくんだよ <laughs> そうじゃないともう無理だもんいや,もいやいやいや、ね、もうほんとにみんな待ってたさもうやっとまた来たみたいな感じまあまあからそうやって喜んで、ねうん、もらえたからよかったけどうん、うんうん まあまあまあ、やれるだけやってみようかなとは思ってるけどね。ね楽しみですね。うん。ね、リーミー、そういえばリーミーのアルバム聴いたよ。ありがとうございます。聴いていただきましたか僕は、はい、あのー、これ、金沢さうまりじまでいいんですかそうです。好き。ああ、嬉しいです。これはですね、なんと私が作詞作曲にチャレンジしてます。おおあれ <laughs> 初じゃない作曲って違う？作曲そうかもね。わお。あ、<laughs> リーミーマジで。そうなの。ええー、嬉しい。そうこれあのあのリリースはもうちょっと先になるんですけども、そうご李さんにちょっと聞いてもらえたらいいなと思ってたんですけど。ええー、嘘。聞いて。山さん丸島。作詞作曲リミって書いてるところそういえば見てなかったよ。これだから本当に見ないで <laughs>、うん、全部聞いて。うん、あの基本的に一番から。はい。 5番までは結構こう明るめな歌謡ポップスというかさ爽やかな感じじゃないでも6曲目だけなんかね心をキューって逃げられるようななんかこう郷愁を誘う切なさっていうかさ寂しさっていうかさあのメロディーラインもなんか,なんか,なんか泣かせるし歌詞もなんか切ないというかこう なんかね、うん、この6曲目ピンときたのよ俺も聞いて本当七、うん、7曲目も好きなんだけど嬉しい最後の「会いたいも」もはい、はい、嬉しいです、うん、やっぱり一番6曲目がすごい俺印象残ってんだよね本当にまさかのリミだったとはめっちゃ嬉しいですなんでリーミ作曲するようになったのそういえばいやなんかその、まあ、いつも一緒にあの、まあ、ステージでねあのミュージシャンが 一緒なんですけどもキーボーの,あのピアノの DAIGO さんっていう方がいて、うん、結構あちこちやっぱり旅したりとかしてそれこそ去年の TikTok ライブがある時に石垣島に行った時にちょっと離島も一緒に行こうみたいな感じで行くからにはなんとなくこうなんか曲作りとかやっちゃうみたいな話を前々からしていたんだけど、うん、ずっとそれを形にできないまま痛い,たい、うんで。今回もちちっっっゃい鍵盤とか持ってって、うん まあ、医療モテに行ったんです。うちの母が医療モテなんで。それで2、二3泊してるうちに、なんか最終日に、この鍵盤持ってきたけど、なんか、結局何もできなかったね。って一言で、ちょっと待って、やろうって言って、うん、三振もすぐ近くになったから三振を持ってきて、なんとなくこんなメロディーはどうかなっ,つってって、こう、なんか、私が弾いたメロディーをすぐに譜面にしてくれて、うんで、だから最初曲をちょこっとだけ作って、全部じゃなく、なんとなくこんなメロディーにしたいな っていうので曲はもう先に作って「詩をどうするか?」って言った時になんかやっぱりあのリミは「内縄口」は知らないんだけど、うん、なんとなくあのなんか標準語で書くよりは「内縄口」の方がなんかしっくりくるんじゃないかなと思って「島がとっても好きだよ」みたいなのを表せたらいいかなと思ってそれで「かなさ」っていう字使ったり、うん、そ,うそれでちょっと書いてみようかなと思って。 チャレンジしてみたんですよ。だってキロロのチハルもさ、はい、楽器何にもできないのに、うん、作曲鼻歌でやるって言ってたよ。えー、本当。うん、だから楽器弾けなくても、うん、頭の中でメロディーさえ浮かべばうん、うん、作曲できるし、ね、だからリミもね、三振弾けでもはは、うん、やっぱこうリーミーの体から出てくる多分メロディーじゃないこれって。そうなんですよ。だからそれがなんか。 それまではなんとなく明るい曲があるけど、なんかやっぱりこう、うーん、切ない感じの、<laughs> なんか切なくなっちゃうって思いながらだけど、うん、でも、でもなんかこんな感じのイメージで作りたいと思って。うん、俺、意リーミー、今後、はい、作曲もっと入っていっていいような気がする。<笑><笑>あ、本当？うん。いやー。聞きたい。今聞きたい、この曲。あ、今聞きたい会いたいっていう、 タイトルのアルバムで本当は会いたいを聞くべきだけど、はい、俺は6曲目の <laughs> <laughs> <に>、かなさうまり島聞きたい。ダメ、はい、いいじゃあいいですか聞いてもらって。逆にいいこれにして。もちろんです。ごめんね。んねとんでもないです。嬉しい。私も嬉しい。あ、ありがとうございます。というか、私が嬉しいです。<あ>あじゃあ、皆さんにも聞いていただきたいと思います。えー、夏帰りみで、かなさうまり島。えー、夏帰りみで、6月の22日発売になります。会いたい、かなさんどうより、 かなさん、まりじまをお届けいたしました。これ、歌詞の内容は。ざっくり言うと、どういう内容。なのこれは、だから、本当にもう。自分が生まれた島の。なんか風景みたいなの、思い出しながら。この馬が好きだよっていうような。感じです、うん。自分で作詞と作曲までやって、本当に、この。生まれた、うん。 作品、歌という子供をさ、すべ、うん、て全部自分が手がけたものってまた気持ち違うくない、はいうん、うん、違う。確かに違う。俺も例えば映画とか撮るけどさ、人が書いた脚本で撮るのと、脚本も自分でやって、うん、演出も自分でやってやるのと言うとはやっぱりなんか、違<う>自分からこう生まれてきたものって考えると、はい、ま、また、 ね、作品に対しての気持ちも変わってくるからうん、うん、確かにそれはあります曲もそうだろうなと思ってそうまあなんか私もいろんな曲歌わせてもらうけどもちろんそのいろんな方が作られた作品もとっても素敵なものいっぱいあるけどなんかまた自分がこうなんかちょっとでも携わってるとか本当に自分の中から出てきた言葉とかメロディーってなると違いますね気持ちが。 俺向いてると思うけどね作曲も <laughs> 本当に、うん、ええー、まあでもなんかうん少しずつやりたいなと思って今度もしまた曲作るんだったらさタイトルはさ「うん、泡盛一生」っていうタイトルで作ってくれないやっぱいいねいやーなんか今回ねやっぱりちょっとゴリさんに会いたいなーと思って、うん、なんか久しぶりなんですけどもんかねいつも本当にただ飲んで。 頼んでっていうかあんまりなんかどんなふうにねこの曲に対しての思いとかさあんまりそういうことは話しできなかったんですけど今回なんか改めていろんな話ができてねすごく私としては嬉しかったですだってリーミーとこんだけ長時間アルコールなしで喋ったの初めてかも、はいかね、なんだよと思って私あのグラスとお酒泡盛り持ってこようかねってずっと迷ってたんですよ まさに飲みたたかったねでもでねもしかしたら飲んだらこういう話しなかったかも, <laughs> し,かたかもしれないですね確かにそうかもしれないです白札だからこそ、うん、ちゃんとした話したかもそうねでも今回本当にそうこの「海やから」っていうねあのこの初小説の。 なんか内容も少し聞くことができたし、うん、なんか私の今アルバムのね中からの曲もちょっとねゴリさんにも聴いてもらってなんかいやうれしかったなと思いましたんなんか多分あれですよねまた今年あの返還50年ということで、うん、多分いろんなところで沖縄また注目されてるしまたもしかしたらどこかで会うかもしれないけどね、うん、ゴリさんとそしたらどこかの飲み屋でか, <laughs> かもしれないかもしれない 石垣で一回飲みたいね飲みたいねそうだね、うん、あのどうでもいい話なんだけど俺石垣島で初めて牛汁っていうものを食べたのよ、はいうん、え沖縄にはないのかな沖縄本島は、はいあま、ないことはないけどあんまりなあとかはあんまり飲まないっていうかうん、うん、感動した美味しくて本当ね荒川食堂と一休っていうところで、はいはい、飲んだんだけど やばいあ本当に？もう牛そばももちろん美味しいんだけど、うん、俺はもう牛汁だけ、うん、もう牛骨であれだけ濃い出汁がとって、はい、中にも牛肉もたっぷり入って、うん、その濃厚スープと肉を味わいながら、うん、白米を口の中にもう放り込むっていうもあれ今う今喋ってるだけでも食べたい石垣ってあんな美味しいもん食べてたんだね <laughs> そう石垣結構美味しいのいっぱいあるよもっともっと<る>みんなに知られてないものいっぱいあると思うから、うん、次は石垣 私が案内するんで、石垣の二次会はリーミーのお母さんのスナックに行って、はいうん、ホイットニヒューストンも来てもらっていい。わかりました。ぜひじゃあ一緒に石垣行きましょうね。最高だ <laughs> 嬉しい。